愛好戦かとりつく高校1年4組の皆さん、こんにちは。サバヤンゲームズでーす。さあ、100万円届けるは1週間ぶり、2週間ぶりか。さてやっていきたいと。待って、ジャイロ入ってる。あれ、ジャイロ入ってた。あ、ぶね、よく気づいたわ。ちょっとさっきね、TA で練習しててジャイロ消すの忘れてたわ、普通に。まあ関係ない、そんこんぐらいのハンデ全然あげますよ、全然あげます。手ごろ100万円だから、集中してやっていきます。よろしくお願いします。まずはミスキングをバッサリ決めちゃう。決まってないけど、まあまあいいでしょう。メダル集めたいんだけど、残んない、残んないね。残んないならちょっと、まあ、やっぱりね、このデイジートルネードにしてから、そのなんつうの、この飛び越えがね、非常に難しいんだよね。これロングラかましちゃうでしょ、普通に。新スプルにロングラギャッサリして、これ使っちゃって前出ちゃう。これ正解でしょ、この立ち割り。バナさんで、強敵なバナさんを身にまとい、え、強い、キロさん、これ引けんのは。このメイグラ、トゲ待ちの構えでメイグラかます。後ろ赤さんだよ。まあ赤さんでも大丈夫。まあないですけど。消して、冷静に消して、バナ置いてある。バナ置いてあるの見えて、しっかりと見えて、こんな感じで一挙。あっぶねえ、落ち着いて、こっち突き重要。あの赤、これやだね。吸いたくなさが尋常じゃない。できれば早く投げていただきたい。どこにいる、やばすぎ、いやー、そこでサンタやばーい。キラー来てる、全部避けなくてはならない。終わったかこれ。いや、最後メイズ決める。ダブルって早く早く決まれ。なんで決まんねえんだよ、おい。それは無理だろ。はあ、先ほどのレース通信エラーで0点になっておりますけど、おそらくメイズ決めて5位ぐらいになったから、今のレース5位にします。はい、キモすぎる。スタート1列目が またジャイロ入ってるし、1列目が回想者マジきしょいよ、本当に。まあ、とにかくチーズランドちょっと切り替えていきます。とりあえず1列目は5位ということで、皆さんよろしく。5位予想した方おめでとうございます。当たってます。はい、当たりました。そんなあなたに、5位が正解でした。さあ、まずはちょっと切り替えて、ここで、なんだこれ、やばい、なんか怖いぞ。今日の100万円届ける範囲怖くなってきてまいりました。非常に不穏です。すべての結果が不穏すぎる。6位はできれば OK、 そういうこと。これスターを引いて、スターを引いて、もう一回スターを引く。さあ、これが強いね。で、第一回避を狙っていく。第一景品みたいなね。第一景品を狙っていく。使っていくでしょ。ああ、早くね。6位で割れるんだったら強いね。出るんだよ。はい、出ました。そういうこと。あとこれ、運搬していくだけ。運搬ゲーミングしていくだけで十分なゲーミングが始まりました。まあ、しばらくサンダーはないと見て。変な赤子だけなしね。OK、赤子ないんだったらもうない、これ。ないんだったら、ほらね、そういうことしてくるの分かってる。だからキノコを使わないんです。そういうことしてくるから。いやー、待って、それ取りたかったけど、まあいい。次でもいい。で、次でも買わない。何これ、ダイパン3回して、オメガ。オメガがダイパン3回してていい。これ、キノさん引けるかな。まあ、重要。これ、キノさん引けるか、超重要。そこで、未来変わってくる。やばいね、それは。さあ、長い人勝てないね。あいつ戦闘キラーな。まあ、でも赤さんでぶっしばけば全然勝てるから。サンダフル、あいつは赤さんでぶっしばいて勝つ。即ぶっぱで。はい、まず即ぶっぱ、まず一発。お前も赤コーラってことね。あぶね、よし、待って、爆殺警戒。 OK、 ダブル前キノコ頼みます。違う、やばい、頑張った、やったわ。待って、落ち着け。もう耐えり、耐え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 ろよ、耐えろよ、耐えろよ。それでいい、それでいい。ああ、まあそれでいい、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 全然。いやー、もうキロさんなんだってば。キロさん引いても3打で落とされてたからね。まあ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 、
まあ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 、差は10円半減。ふざけたやつ多いな、今日。お前ら全員ぶち殺すぞ、ほんとに。第3レース、キロツコキャニオンツ。まあ、強いてね、言うならば、レースをちゃんと終えれたこと、さっきの1列目。まあ、それは良かった。それは良かったから、これ全部前向きに捉えて、さあ、ポジティブな発言増やしてやっていきます。さあ、ふざけた名前をね。羽根君、差は10円半減っても最悪だよね。ハゲをさらに10円というね、価値がないみたいな言い方をしてるやつだけは、処すに値する。処す！はい。そういうこと。もちろん処されるよ。そんな名前で走ってんだったら。もちろん俺の処したいしょ。さあ、はい、またもう一匹処して。はい、大パン3回しなかなか強いの。もこ、あ、はい、喧嘩打ったね。はい、君はそれ、処されます。血防御しながら、しっかりと、スカルプ D を決めていく。はい、キロヒーター強いね。いいよ。さあ何来る、赤コールでしばかれてる。崖越えできてるかな君。どうするそれ。テーザー使ってるね。もうメダル10枚あるからね俺。まあ、1ちょっと離れてるけど何ら怖くない。キロ使って、待ってね。いやまあいいでしょ。キロ OK。 何もういまだある。落ち着いて。ちょ俺これちょっと待って、ミスってる。 OK、 ナイスパスケ。パツくナイスだよ。飛べ、ナイス飛び、ナイス飛び、ナイス飛び、飛び越えたら偉い。引かないで、絶対に、絶対引かないで。そうそうそう。あ、10円ハゲね。10円ハゲ見つけ。10円ハゲ落つ。10円ハゲ落つです。なんだ10円ハゲ食らっ。10円ハゲもう一発。はい、ハゲはショス。そう言ったよね俺。え、逆サンタ待って、まだよ。誰も引いてない。トゲも一発いった。はい、今サンダー、これ1ワンチャンあるよ。どう、いけ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 、ほらほらほら、うぃーなーい。さあ10円上げは処していく。そういう挑発的な名前をして、しかも俺と同部屋になったということは、俺に処されることが決定していること。はい、完全にやっております。私ナイスに、オッケーオッケーオッケー。ようやくね、ようやく流れ掴んだよ。はい、ようやく流れ掴みました。ランクインするよ。1レース目抜きにしてランクインしてみせる俺は。はい、第4レース、こちら、メリーメリークリスマスだっけ、わかんねえ。もう釣りメリーメリーなんとかだよね、もうわかんねえ。もうでもこの1月早いんだよな。スタート完全に逃げ切ったんだよね。いい、なん、名前何、イージーなんとか、完全にラウンジやってそうな名前だね。俺も最近ラウンジやったけど全然勝てなかったんだよマジで。風起こせ、風もらって。いやー、ちょっと UMT 食べなかったけど、まあいいでしょ。とにかく風をもらえた。早めのミカも解放で、距離詰めて風をもらうって、そういう作戦。鉄棒が入るの。いこう、ジャンザリ。ジャンバリ！ボンベリ入れて、メダルも1枚取っていいよ、逃げ切るよ。前張りはもしたくないけど、後ろも下がりたいけど。いやー、相手取れない、マジない。またお前来たな？お前！よう出しゃばるな、俺の前で。よう出しゃばってくれるじゃないか。まあいいでしょ、お前にはトゲ受けてもらう。攻撃やことはしない。お前はトゲ受け要員。それ以上でもそれ以下でもない。ただのトゲ受け要員で。待って、やばい。見たも入んねえ。待ってね。そボム？何？メダルでしょ？後ろもキノコ OK。後ろもキノコ確認。あ、詰めるか。OK。もうちょっとメダルもつけて、早めにね、なんか赤コーラ、ちょ、まだトゲ来ないから。危ないねー！やっちゃったねー！お疲れ様！アイテム、もう最悪だわ。オッケー、トゲ巻き込んで、お前そんな簡単に前出れると思うだよ。そんな簡単に前で、あー、お前成功。これキノコあったけど前でしょ。まあまあそれはやばい、俺じゃないね。いろいろ危ない、いろいろ危ない。どこにいる。あぶない危ない危ない危ない、はいはいはい、危ねえ危ねえ危ねえ。あー、お前そっち、こっちから行くわ。ちょっと下危なそう。トゲいった、はいはいはい、面白い面白い。前詰まってる、前詰まってるでしょ。しかも前も便秘でしょ。バナさんやばいね。ダブル取れる。 OK、 6位割ってキノコ。そういうこと、そういうことなんだ。お前誰、リカバリー俺まだあるからね。待って、そんな曲がると思わなかった。落ち着いて、もうこっからも雑でいいから、ま、雑でいいから前行く。スタイプ警戒、ジャンピングアクションも入れて。バカ、その代わりは致命的。はぁ、
いやでも言わしてもらうけど、やっぱトゲのタイミングクソうぜえわ。トゲのタイミング、あの10円ハゲやった瞬間に来やがったからね。こうあいつと足の引っ張り合いしてしまったわ。スタート。まあ俺に喧嘩売るから、まあそういうことになっちゃうんだけどね。さあまずはインコースから完全にぶち抜く。赤コーラだよ、どいたな。マジキモいわ、マジキモい。まあ俺ここ打開でも強いから、悪いけど、悪いけどここ打開でも私は強いんで。とはいえ、いやどうしようかな、ちょっと打開気味いくか。はい、でも1個取って、これ OK。 は？なんでこの距離で最終回スターでは2回目出ないわけ。マジ来ないで、キモいね、それはキモいよ。まあでもでもでも勝てる、得意コースだから一回使っとこう。ショートカー行って一旦使ってメダルも取って一人引いて9で割りたいじゃん。次割らしてくれなさそうだね君たち。まあいいでしょ、3打出てんじゃない。どう、振りそうじゃね、振りそうじゃね、ものすごく、ものすごく振りそうじゃね。いやーここで振るんだよね。まあそうだよね、振りそうだったもん。ジャンプピンが来ても位置は悪くない、後ろも相手向こうだし。さあこれ位置非常にいいよ。でちょっとダブル絶対取りたいから、ちょっと減速してダブル取れるタイミングで、でちょっとぶち抜く、で5位に潜入、で前も近い、でトゲ受けて俺が1位、最後キムさん引いて勝つ。シンプルなゲーム始まるよこれ。 OK、 キノコ1個ね、まあ1個でも十分。さあ座るで気をつけて、なんかしてきたの俺に今。ダブルって、落ち着いて、キノコ1個 OKOK、 最後赤ゴールでぶち上げて勝ち。ビション見えた、大丈夫だよ、トゲも来てる、ちゃんと避けてるし。なにお前、それはセコだろお前。はー、はい、残すとこあと3レースになりました。1回改装地してるせいで部屋がうまく決まりません。この部屋も6人しかいません。なんで前行きます。はい、コンピューターのサンダーなんか読めねえからな。スタート。てかマジずるくね、クラッチしか見えなかったし、最後ギリギリ見えたわ、ギリギリでしか見えなかった。すぐたまれ、オッケー、たまって、ジャンスピンアクション。さあもう行きます。もうそのかあの、ね、周り気にしてもしょうがないから、まずメダル集めて、ま、前逃げ頑張り、いく前逃げ頑張りする。ちょっとブレーキ踏んで、バナ、そういうこと、バナ早めに食わして、お前どけ虫けらで、ダブルは潰す、取れません。はい、取れると思ったらお間違いだよこれ。もうちょっと行かない、あえてこっちからこういう感じで頑張らないよ、ちょっと。で、これ前出れちゃうでしょ、多分。どう待って、これ、スーから、インコースワンザリして、どう、フィジカル見して、食わしていく。これがフィジカルゲーミング。お前、変なこと、はっ、ぶっ殺す。もうヘッドホンもいらねえ。あんなことするやつ、お前、時計受けて死ね。よし、はい、はい、有言実行。お前がそういうことするからね。こいつは全員蹴散らす。キノコ使って、あっ、アイテム取ったのに、そのタイミングのサンダーは何を考えている。インコジャンゼリースーパー解放して、ミンタム復帰、オッケー、ナイスだよ、あるよあるよ、集中。ああ、もううぜ、なんでよりによってそこなんだよ。ちょっと運が悪くないか。で、こうコードが引っかかってる、それ気になってた、さっきから。ちょっと待って、お前らに負けるわけにいかないはずだね。やってダブ取る。で、キノさん、キノコ1個ね、めちゃくちゃ荒れてる、めちゃくちゃ荒れてるところを一人しまく。なんでてめえが勝つんだよ。許せねえ、あのガキは、あのガキだけは許せねえ。てかぶち抜けだし、ヘッドホンも。お前らは俺を本気で怒らせた。特にてめえ、目の前の白よち、わけわかんねえ緑スナイプしてきやがって。てめえは許されえからな。名前も気色悪いし、許しません。なぜ名前が気色悪いかは、さ、過去の動画を見てる人ならわからず、はい、許しません。死刑確定。はい、あ、ちょ、お前じゃねえんだよ、ちげえよし、やっちゃったよ。本当はこいつにはその頃取ってもしなかったのに。やばい、さつきやべえ、マジでどけお前ら。
ダブル俺が取る。どけ、邪魔すんな、俺の独断上に。はい、生かしてあげて、はい、ブスにもなすりつけといて。投げてきそう。一個チャンスに投げていくんだよ。まあ、変なやつ、湧いてるやつもいる。邪魔邪魔、変に頑張るな、変に頑張るな、マジでお前ら。ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション。頑張りそうになったけど大丈夫、めちゃくちゃジャンピングアクションいっぱい入れて、ここも入れちゃう。待って、落ち着いて、変なことすんな、変なことしない、もう十分だから、もういろいろ十分。暗くね、なんであれ吸っちゃったの、これテレサ来たの、ま、俺じゃない、 OK、 ナイス。よし消えて、インコジャンゼリしてメダル10枚、ロングラバンザリ、 OK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 、 はい、もうあれ吸われたからなんだよね、すべては。でもメダルがあるから、これ防御確定する。もう一回引けばいいだけの話。はい、引きます、よろしくお願いします、引きます。はい、ありがとうございます。ちょっと違うの引いちゃった、同じくレアだけどちょっと違うもの引いた。もう一回でしょ、これ取られすぎじゃね、さすがに取られすぎじゃね。あっぶね、今のバーナーよく見えた、よく解放した。あー、やばい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 、もうグライダー受けるわ、グライダー受けて慣性の法則の前行って、いやー、もううわー、前だもんちゃん、チンポコ野郎だもん、てめえら鼻クソが。無理やろそんなの。1位1回も取ってね、いつぶり100万円届ける範囲で、ここ1位を1回も取ってないの。スタート取るわ、こいつらマジやばい、全員俺下手になってんだよ。待って、なんかオートアクセル、待って、オートアクセル入ってる、オートアクセルも入れちゃってる。もう意味がわからんのよ、なんでいつオートアクセル入れた、いつ入れたかもわかんない、マジで。落ち着こう、自分を見失うな。お前かさっき俺になんかちょっかいかけてきたな。よし、とりあえずバナナすりつけといて、超使いかけたやつじゃバナナすりつけといて、これ一回使うべ、ここ使って、キロさん表やる、これ絶対確定、裏にスター確定です。これまだキラー出るタイミングじゃないからね。そうで、あと、あー、もう誰、メダルいっぱいあるから冷静に回収。邪魔、メス豚の時計、オッケー、強い、これめちゃくちゃ強い、これ最高に。メス豚もう一回やっておきたかったけど、スタンダーは出てないね。トゲいった、オッケーオッケー、スタン出てないです、出てないよ。引かれない、気をつけて、一体ラインずらして、もう絶対スタン出ない、これこの距離は出ません、前詰まりすぎ、運べば勝ち。いやー、もう誰だから、まあ落ち着いて、これ乱れない、まだ持っていく、最後まで持っていく。これ使う、だからここでこう我々アイテム取れて、これ使って、またあいつ1位だな、1出ちゃって、キロも、いや違う、冷静に、ほら、うわー、最後じゃない、見やがれ虫けらちんぽこ野郎どもよ、めんな、これが実力、冷静沈着な男、サワヤンゲームズでございます。はい、では第121回100万円届けられた私71ポイント。まあ、実質1レース目覗い、入れてたしても80点ぐらいだね。広い、広すぎる、うん、ふざけ散らかしても大パン、大解禁で、これもう大パンしなきゃやってらんね。ケースカイブ第1位、グロリン106ポイント優勝でございます。第2位、ゾロは、黒ダイヤゾロは105ポイント。第3位、ナイスコア100ポイント。ごめん、ゲップでした。第3位、フォーニス、こいつね、クラクション効いたチーター野郎、ルート5、100ポイント、優勝でございます。優勝じゃない、第4位。で、まだゲップ止まんねえ。第5位、カメ、はぁ、あ、うん、
97ポイントでございます。第6位マジヨシ94ポイント。第7位、シーザー&スーパーク93ポイント。第8位、KK92 ポイント。第9位、タツシュン91ポイント。第10位、アレックス・シモンズ、90ポイント。第11位、ボブ・マン89ポイント。第11位、SR ・白星・チー89ポイント。第11位、カイチ、89ポイント。第10位、RGS ・白星・レン、シャープ・ナンバー23な、めんどくさい名前が88ポイントでございます。第10位、チュンタ88ポイント。第16位、ワンホイ87ポイント。第16位、インクレディブルさん87ポイント。第18位、ソランジ、86ポイント。第19位、スカイ、黒星、ムトサミ、85ポイント。第20位、坂の上、田村太郎、83ポイント。素晴らしい、皆さんね。ギリランクインしたということで、クソみたいな、100万ドル買い、残念ながら今回、当選者は現れませんでした。申し訳ございません。ちょっとね、沼に散らかしたし、やっぱ最近このね、中量級が強くなってから、なかなかね、カスタムのこう取り扱いがね、まだね、手慣れてないです、私。ちょっとね、もう少し練習して、頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。本日で22時からバイオハザードのゲーム実況上がりますので、兄弟2人プレイでございます。ぜひね、楽しんでいっていただけると嬉しいです。またね、そちらの方でお会いしましょう。バイ。